はい、それではここからはですね、テキスト 2.1.2 節で不動小数点数の紹介したいと思います。で、この部分はまあ、テキストではテキストの説明よりですね、もうちょっと詳しく説明します。なぜかというと、まあ、この授業ではあまり扱いませんけれども、まあ、世の中のコンピューターの計算ではこの不動小数点数というのはかなり広く扱われていますので、一応まあそういうこともありますので、少し詳しく基本的な知識について紹介しておきます。で、まずここではですね、このセクションだけなんですけれども、実数を有限桁の数で近似するということを考えます。例えばそれは有理数であったりですね、それからあと無理数ですね、これは円周率だったり自然対数の定の E なんかがありますけれども、まあ、そういったいろいろな実数をその有限桁の数で近似するっていうことを考えます。で、まあ、有理数や代数的数と呼ばれるそのルートのついた数などをその計算機上で厳密に扱う方法っていうのもあるんですけれども、まあ、それは今回は議論しないことにして、まあ、ここではそういった実数、いろいろな実数を有限桁で近似するという目的に絞った話をしたいと思います。さて、じゃあその実数をですね、有限桁で近似するアイディアってどういうものがあるだろうと、まあ、考えるわけですけれども、まあ、例として、10桁の十進数で実数を近似するということを考えてみましょう。先ほどはこの箱はですね、二進数の箱を考えてましたけれども、ここだけ、このセクションだけちょっと、ここだけちょっと書き方変えまして、今度は十進数でこの箱の数を扱っていることにちょっと注意してください。で、例えば、その十進数、10桁の十進数で、まあ、実数を近似しようと思ったら、まあ、多分パッと思いつくのは、その何桁かは整数部分にして、で、あと何桁かを小数部分にすれば、まあ、ある程度の小数も、ある程度の実数の近似はできるでしょうと、まあ、思うわけですね。例えば、円周率は、まあ、大体 3.14 ぐらいって、こう、皆さん、こう、いろいろ教わってきたと思うんですけれども、まあ、そういった形で、小数点以下の桁数をある有限桁で打ち切ることで、まあ、近似するということが考えられるわけです。で、まあ、例としまして、ここでは、10桁の十進数で、整数部は5桁、小数部は5桁という形で実数を近似するということになりますと、大体この表現で表現できる数値というのは、まあ、大体このぐらいの数値の範囲になるということになります。あと、まあ、政府の符号の情報は別途、別な方法で何らかの方法で持つという点に注意してください。まあ、これが、まあ、よくあり得るアイディアかなと思います。で、もう一つのアイディアですけれども、これはちょっと、そうですね、数の使い方がちょっと異なっておりまして、まず、9桁分をですね、まあ、こういう値に割り当てるんですね。で、その9桁の割り当て方は、整数部は1桁にしますと。それから、8桁は小数部にしますと。で、そうしますと、まあ、一見、これですと、まあ、整数部は1桁ですから、0から10未満の数しか、絶対値で0から10未満の数しか扱えないんじゃないかって思うわけなんですけれども、ここにですね、ちょっと一つミソがあって、これに10の、べき乗をかけるっていうんですね。で、その10のべき乗の、範囲が、マイナス5から4の範囲で、変わるようにすると、まあ、そういう表現です。で、そうしますと、実はその表現できる数値の幅というのは先ほどの一つ目のアイディアとほぼ同じ、範囲の数を表現できます。そして、先ほどの数と異なる点としましては、この形でその実数を近似した場合の相対誤差がどの値においてもほぼ一定になるという点です。で、ここでちょっと相対誤差と絶対誤差についてちょっと確認しておきます。
まあ、x を真の値としまして、でそれに対して x プライムっていうのをその近似値としたときに、とその x と x プライムの差のことはまあ絶対誤差っていうんですけれども、まあ、これがそのもう与えられた x に対してどのぐらいの割合かっていうのを表すのを相対誤差と呼びます。ですので、その、まあ、こちらの方法ですと、その相対誤差ですね、相対誤差だから、その与えられた実数に対する、まあ、この表現の誤差っていうのが、大体どこの値でも、この表現できる範囲のどこの数値のどこの範囲でもほぼ1点になるということ、特徴をこの表現の数は持っています。で、このような形で、その実数を表現する数をですね、不動小数点数、もしくは不動小数と呼びます。で、不動小数点数の不動っていうのはどういう意味かっていうと、その数の大きさによってこの小数点の位置がこう動くと、つまり、実際のこう絶対的な数で表したときにその小数点以下の数桁数がですね、いろいろ変動しうるので、まあ、それはなんか小数点がこう動いてこう数を表現するというふうにこう見られるわけです。で、まあ、実際に今はですね、今現在の計算機ではその実数を有限桁で近似する方法としてこの不動小数点数というのが広く用いられております。ちなみに先ほど最初に出したアイディアの数ですね、これにも名前がありまして、実はこれは固定小数点数と呼ばれます。すなわち、まあ、整数とですね、それから小数の桁数が常に一定ですので、まあ、そういう意味でこう小数点の位置が固定されているという意味で固定小数点数と呼ばれております。これは現在不動小数に比べると、まあ、利用は限定的ですけれども、まあ、一部利用されている分野はあるようです。ということで、ここからはその不動小数点数の表現についてもう少し詳しく見ていきます。で、先ほどはですね、この、まあ、10進数10桁を使って、まあ、不動小数をこう表現していたわけですけれども、もう少し一般的な表現というのはこのような形になります。与えられた実数、まあ、数 V ですね、この V をまずマイナス1の S 乗かける M かける B の E 乗という形でこう表すというのが、まあ、不動小数による、まあ、実数の表現の一般的な表し方です。で、ここでまず S はこれ符号と呼ばれるもので、まあ、この S はまあ0か1のどちらかの値を取るんですけれども、まあ、S が0であればその数は正、それから S が1であればその数は負ということを表します。それからあと M は仮数と呼ばれる部分です。あと B は奇数と呼ばれる部分で、まあ、2進数だったら2ですし、10進数だったら10という数を表します。で、最後この E がエクスポーネント指数というのを表します。で、次に、不動小数の正規化について、述べます。と、例えば V という値として2.9979×10 の8乗という数が与えられたとしましょう。で、これは何を表す数かというと、真空中を光が進む速さをメートル毎秒で表した値なんですけれども、実はこの表現の仕方というのは、その仮数 ×10 の何乗という表し方は実は一通りではなくって、例えば仮数を10倍にしています、 29.979 にすると今度は10の指数を 7乗にすればですね、同じ数を表すことになります。またさらにこの仮数を 0.29979 かけにすれば、まあ、こちら指数部の方は10の9乗というふうにこう表されることになりまして、そのこの仮数かける10の何乗という表し方は一般には表現は1位ではありません。そこでこの表現を1位にするために、そのある、ルールをもう一個加えます。どういうルールかというと、この仮数部の整数部を1以上 B 未満の整数で表すということにします。で、まあ、計算機上で、まあ、今の例を仮数の制約を入れると、このような形で不動小数を表すことができますけれども、
まあ、まず、V をですね、マイナス1の S 乗かける M かける B の E 乗と表すことにして、で、S は符号ですので、まあ、0か1の値。それから、M、仮数部は、N ビット、つまり N 桁、二進数 N 桁としまして、しかも、M の値は、まあ、1以上2未満ということになります。それから、B、今は二進数で扱ったので B は2で、あと E がまあ L ビットというふうにします。そして、仮数部の M を、この各桁ですね、M0 から M1、M2 かける M の N-1 というようなあの桁の列で表しておきます。で、今、この仮数部の仮定として、この仮数 M は1以上2未満の数としますので、この M0 ですね、整数部の M0 という桁は常に1です。それから、この小数部は、まあ、0か1のいずれかの値を取ります。そして、まあ、ここの、その小数の桁の部分は、十進数と同じように、第 j 桁目が、まあ、2の j 乗分の1の、まあ、桁を表すわけですね。例えば、小数第1が2分の1の位、最小数第2が4分の1の位。というような形で、こう、表す、二進数の小数を表すということにします。ということで、まあ、計算機上で不動小数を表すということになりますと、まあ、大体こういう、ルールがですね、よく用いられております。